それではですね、多分、相当簡単で、短時間にできて、美味しいと思われる、味しみうまぽん豚バラ大根とかっていうものを作ってみたいと思います。レシピの名前がそれです。絶対覚えられないですよね。そのではまず、調味料です。ポン酢で、一般に売ってるポン酢ってあのこれに醤油とか入ってる、あの砂糖とか入ってるんですけど、これはそれ入ってないやつです。ですから、この醤油と合わせて使ってみたいと思います。そして、チキンブイヨンですね、いつものやつで。砂糖が入ってますけど、まあこれもいつものパターンで使いません。あとは豚バラ肉薄切りに、あ、 200g って4人分になってる、ですからちょっと量は多いですけど、まあいいや、4人分を2人で食べます。あとは大根ですね、大根 600g で、青ネギの小口切りっていうこととごまですね、これはお好みでっていうことになってますので、これを作ってみたいと思います。とりあえずチキンブイヨンと、ポン酢大さじ3って書いてあるので、先ほど言った通りこれは醤油が入ってないやつなので、これを2杯と醤油1杯でおそらくいいんじゃないかと勝手に思いますので、そうしてみたいと思います。これを大さじ2杯で、醤油を大さじ1杯ですね。まあ、これでもうこっち側の味は OK。 そして、楽ですね。これ大根皮を剥き1センチ強の半月切りにするって書いてあるんですけど、うちは大根は皮を剥きませんので、このまんまぐさりと半月切って、半月切り、1センチ強ですからこんな感じですかね。これと、あとこの豚バラですね、豚バラ肉を6センチに切る、6センチ、塩コショウを忘れていましたので、塩コショウをしました。でこれを6センチぐらいに切る、6センチぐらいに切るということなので、こんなもんですかね。はい、でもうこれで準備ができました。でこれを、ポン酢大さじ1揉み込む。結構アイテムが増えてきたので、ポン酢だからこれをここに入れて、ポン酢大さじ1だけど多分醤油があれなので、ちょっとだけ醤油追加した方が良さそうですね。まあちょっと量がわからないですけど、適当にこれを揉み込む。よいしょ。でこれはまあこのままちょっと置いておきまして、大根、耐熱容器に大根を入れます。でこれに、B をかける、これです、 B です。これをで、これでふんわりラップで、10分間加熱します。それでは、今レンジにかけましたので、それをやってる間にネギの小口切りを作ります。あ、皆さん、それはこういう風にした方がいいっていうのがもしあるようだったら、今度コメントにとかに入れといていただけると嬉しいです。
私もあの せっかく、ね、この年でやり始めてるんですけど、できれば美味しく食べたいので、あでも昨日のやつも美味しかったですね。そういえば、メニューの名前は覚えられないんですけど、あの玄米餅をとにかくですね、備蓄であの買い込んでて、いつも正月に食ってるんですけど、買いすぎて食い切れなくて、スタッフに、7日間にわたって一緒に食べてもらうということで、玄米餅シリーズであの料理作り始めてるんですけど、昨日の玄米餅のやつはとても美味しかったです。名前を忘れちゃいましたね。まあ、これとあとはあのすりごまはあの好みでつけるみたいなので、出来上がってから、乗せてみています。これができましたので、ここに豚バラ肉をなるべく広げて乗せるそうです。なるべく広げて乗せる。あ、また自分で言うのもなんなんですけどそのちょうど今鬼滅の刃の心理学的考察みたいなあの動画を撮ってるんですね。あのおそらくなんですけど、心理学的考察って言ってますけどね、あの心理学勉強するよりよっぽど役に立つと思うんで、あのぜひ、特にあの子供さんがいるお宅はあの参考にしていただいて、あの、僕は 見ることをお勧めします。特に男性の方ってあの仕事と遊びがあるんですけど、あの成長、精神的な成長の機会ってなかなかないんで、ああいうこと知ってるだけで僕ずいぶん違うんだろうなとほぼ確信してますので、こんな感じですかね。でこれで、また3分加熱して、出来上がりです。では洋風クリーム雑炊です。あまりにも大雑把だったので、今度からちゃんと測り使います。これで、これが6人分ですね。6人分の玉ねぎの使用量、2人分で 20g なので、白菜が全員で 120g、 これで 160g ですね。まあいいでしょう。白菜、人参は短冊切りです。短冊これですね。あ、人参も皮は剥きません。先ほどの、味しみうまポン豚バラ大根というのが完成したようです。こんなもんでしょう。ちょっと散らばっちゃったけど大丈夫です。それで玉ねぎは薄切り。あれ、これは今気がつきましたけどレンジじゃなくて鍋ですねすいません、こんなレンジでチンするつもりでこうやっておきましたけど、なんと鍋でした。今気がつきました。こちらでしたね。慌ててちょっとセットします。で鍋ですので、こちらですね。真面目に料理続けてたら女房が買ってくれました。新品です。放浪料亭鍋3リットルのやつです。これが2000円ちょっと、2500円ぐらいで買いました。それじゃあこちらに、ぶっこむんですが、6人分なので水3カップです。洗った今、うちの女房は僕が鍋を洗わないと思っています。野菜は洗いませんが水は洗います。あ、鍋は洗います。白菜、人参、玉ねぎ、ベーコンを入れて火にかける。白菜、玉ねぎは薄切り、さてこれであとはですね、ベーコン
ベーコン少ないですね。一人一枚じゃないこれ。1、まあ そんなもんか。そしてやさいが柔らかくまで煮るというふうに書いてありますので、しばらくこのまま焼くだけです。でちょっと後でまた味を入れないとダメみたいです。味を入れなきゃダメで、なんだ水、あ、牛乳を、美味しい牛乳というのを買ってきましたので、これを入れないといけないみたいです。味付けを忘れてましたね。びっくりしましたね。これが6人分で、1と2分の1カップですね。で、チキンブイヨンを3つ使います。あ、これ入れるの忘れちゃったら大変なことになってましたね。今びっくりしたんですけど、半分になってるチキンブイヨンがいくつも出てきました。どういうことでしょうか。いくつも出てきましたので、それを使いたい。全部開けてそのまま忘れてたってことですよね。しょうもな。はい、これで大丈夫です。それではこれで野菜が柔らかくなるまで、しっかり煮込みたいと思います。アクシデントが発生しました。なぜか吹き出ました。理由は何でしょうか。ベーコンを入れて、そうですね、火が強かったっていうだけみたいですね。あ、皆様何でしたっけ、防災グッズのつもりも含めて、こういうなんていうんですか、カセットコンロ用意しておいてくださいね。私一応なんていうんですか、リスクヘッジでここにもう あと1台ちゃんと別の場所に保管しているんですよ。また絶対柔らかくないですよね。あ、柔らかい。人参が柔らかくなってるか。まだ硬いですね。あともうちょっとだけ火かけます。外野がうるさいのはお分かりだと思います。弱火で鍋2チャットをかけろということです。じゃあこちらでもうちょっとだけ、外野がまだうるさいようで、はい、もうちょっと蓋を開けてちょっとやります。とりあえず煮立ってきましたので、味見というのをしなきゃいけないというのを今初めて知りましたので、味見をします。あちゃちゃ、美味しいです。味見の必要がありませんでした。味見しなくても大丈夫です。やっぱり僕の作ったやつはいい感じです。あ、食べれますねこれは。いや、出来上がりましたので、器が私のだけ見る目のやつに入りますけど、見た目だけはちょっと勘弁してください。後で両方とお見せします。それでは、見た目はあんま良くないですけど、こっち側はさっきの大根のやつですね。ちょっと、
うん、味見してないですけど、吸ってなかったですけど美味しいです。こっちはさっきも味見したんで、あ、これちなみに玄米もつです。あの非常食用として備蓄してるんですけど、やっぱりなんといってもあの食物繊維が、多分あの避難生活とかした時食物繊維が本当足りなくなると思うんですよね。その意味であの玄米餅保存食にしとくのはおすすめだと思います。女性の方なんかね、便秘の方多いんでなおさらですよね。うん、美味しいです。でちなみに昨日もスタッフ、あの昼ご飯で玄米餅食べたんですけど、まあ私はもともと玄米が好きで食べてるので、あの違いは分からないですが、いつも白米を食べているスタッフは、玄米餅食べたらあの夕方まで、余分にお腹が空かなかったと言ってました。まあ、あの血糖値の本当乱高下っていうのが白米レベルでも起きます。だからこそ白米レベルで、白米を食べただけであの夕方までにお腹が空いちゃうってことが起きるわけなんですけれども、それを前提にねして考えていただくと分かるんですが、ジュースとか、まあ、お菓子類ですよね、ほとんど、まあ、ジュースなんて特にアイスとか、消化なんか必要なく、糖分が体の中に吸収されます。ですから白米以上に血糖値が、乱高下して腹減ったってことになりますの で、それはあのいつも言ってますけれども、消化が終わったサインではなくて、あくまでも血糖値が下がったよっていうサインが腹減ったなんで、まあ、できるだけあの血糖値があの乱高下しない方が、健康、まあ、これはあの精神面も含めて、精神面の健康も体の健康も、にもあの有効ですので、できる限り子どもたちに、ジュースとかアイスとかあげない生活していただくことをお勧めします。それでは今日は以上です。美味しかったです。